来たぜ。新鉄の急勾配で全 M の2800に全く遅れを取っていない。大したもんだぜ。車がかドライバーがか。ケンタの情報のおかげでいいものが見られたぜ。あいつ一体どこからこういう情報を仕入れてくるんだろうな。で、見当はついたのか。2000回の正体。とある電機メーカーで最近制御装置と電動機一式、2ユニット4両分が処分された。その心は。新材直通車両用に開発された試作機といっても比較検討用の後山同然だったがな。導入コストの低さでは群を抜いていたが、古臭い抵抗制御方式と前例のない超高回転型電動機の信頼性が嫌われた。直流含まきじゃな。げえ。付け加えれば走行性能に関するデータはなぜか全く残っていない。それよりケイスケ、あ、興味があるのは2000だけじゃないんだろう。まあな。悪いがお断りだ。なぜだ。俺が2800だからか。知らないのか。レッドサンズは地元でのバトルはしない。有利な条件じゃ燃えねえしな。納得いかないかもしれないが悪く思わないでくれ。それからもう一つ、俺たちはお前が考えているほど2000系列を甘く見ちゃいない。なぜなら人砲戦にはダウンヒル専門のすごい2000系がいるんだ。そいつはバトルで負けたことがない。どんな車にもだ。になっちまったが、悪く思うなよ。待ち伏せかよ。そこまで絡んでくるならちょっとだけ付き合ってやる。温泉を開けろケンタ。三影3号線に退避しろ。分かってねえな、2800の兄ちゃん。俺たちが地元でバトルしないのはどんな奴が相手でも本気出さねえで勝てるからだ。嫌ってほど分からせてやるぜ。やるじゃねえか。燃えてきたぜ。
んなよ。手抜いてっとぶち抜くぜ。たく、二千乗りってやつはどいつもこいつも。ああ、やっちまったな。やっぱドリフトはまだ早えんだよ。とにかく怪我がなくてよかったな。司令には俺が連絡するから、お前列車防護してこいよ。三宮方は見通し不良だからさ。こうして西武2万系が誕生しました。なわけねえだろ。マジ知らなかったぜ。うわ、 D の S はダブルでバカだ。2万といえば南海ズームか。ああ、絶対変なこと考えてるよこの人は。なんで2万なんすか。足せダメだ、指が全然足りない。ここにいる全員で80本だから、あと 19,920 本、996人もいりますよ。どうしましょう。子供でもいいから。こいつらは論外。投げっぱなしか。はあ、びっくりした。アクセル踏んでたか。待ち寝しちまった。で、バトルはどうなった。1時間ほど前に2000の後追いで降りていったきりだ。勝負あったか。だったらもう用はねえや。さっさと帰ろうぜ兄貴。楽しい高級もお開きだ。ダメだよ、こんな時間に何やってんの。ちょっと話聞かせてくれる？